ね。え、いい匂いする。お腹減る。こんにちは。こんばんはよね。あ、そうだ。こんばんは。こんばんは、皆さん。こんなちょい遅い時間にありがとうございます。ありがとうございます。急にね、そう。こんばんは。今日はさっきまでツアーのリハーサルをしてました。 なので今回ねツアーのグッズティーを着てます。かわいいでしょ T シャツ。後ろ姿見てほしい。今日これで2人ねねえ後ろ姿。はい、じゃあ黒田が見せてあげてはい撮っていい。はい、後ろ姿、後ろにこれ書いてるのいっぱい、みんなが忘れないようにそう、はい、ちゃんと日付とあの会場時間と開始時間まで親切みんな忘れないように。はい、ちなみにもうグッズ買ったよっていう人いますか。あのオンラインはスタートしてて、なんか言ってる。うん、くれた近い。ああラグがありますね。かもね。買ったよ。だって嬉しい。何買ってくれたんだろう。なんかさ、パーカーとかもあるし、うんうん、青Tもあるし、このこれはももかとね、みさきがねメンプロしたやつなんですけど、自分のも売りたい。いや、うん、キラもね今日着てくるべきだった絶対。でも私はヨーカとパーカーをプロデュースさせてもらったんですよ。そうですね。いや、ちょっとまだ時期的に暑いかなって、うん、思って。あら、キラミナミの T シャツ買ったって嬉しい。ね、確かに。でもあのパーカー激カワじゃない？めっちゃヨーカがねすっごい悩んでた。クレアが、あ、クレアたちの、そう、休みの時にヨーカが結構ねメインで考えてくれたんだけど、うん、すごい本人がこだわりを持ってて、うん、口挟めないぐらいなんでえ、でもさ、クレアはどっちがいいってめっちゃ聞いてたから。聞いてくれてた。黒ピン最強すぎる。これってこと？黒ピン？どういう意味？みんなこっちが CL でこっちがインスタライブ今同時にやってるんですよ。そうなんですよ。そうだからね、こう若干こう、そう、画面が寄ってるかもしれないです。で、ね、いっぱいコメント今日読めるということで、じゃあクレタには CL の方を担当してもらいます。え、何してる？はい、あのもういあのあれいコメント読んでってこと。はい、キラはインスタの方のコメントいっぱい読む。愛知のライブ行く、嬉しい。おお、あら、ヨーカちゃんからキラも助けてくれてありがとうってグッズ。ああ、そう、クレタンがいない時にすっごいヨーカが頭抱えてて、あら、うん、どうしようね、やっぱこっちがいいこっちがいいってずっと言ってて、色もね、うん、そのか、それでキラやったらこっちってずっと言ってて、そう、ヨーカのパーカーもね、ヨーカとクレアのパーカーも可愛いよね。どうですか、クレアちゃん。あ、応援セット買ったよとか、うん、なんかグッズがここでもあるんですよ、うちわだけ、うん、なんだっけ、うちわだけ、とかなんかいろいろあるんですけど、うん、それがセットになったやつもあって、ああ全部ね、そうそうそう、ついてるね。応援セットはいいと思う、キラも。うん、すごい。ライブで T シャツカスタマイズするのどうでしょう。あ、どっかの公園はこれ着てるかもしれないし、どっかの公園は水色かもしれないし、うん、ね、12月とかやもね、パーカーめっちゃ使えるし、うん、リハお疲れ様って、ヨーカもお疲れ様やんな、かわいい、めっちゃコメントしてくるやん、優しいね。そうなんです、さっきまでリハやつ9時過ぎぐらいまでやってて、うん、みんなでリハーサルやってて、今日もね結構進みましたよ、ツアーのリハーサル。半分いった？半分いった。でね、もうね、やっぱツアーまでの期間がもうね、やっぱそんなないじゃないですか、余裕が、はい、だから結構ギュッとね詰まってますよ、ツアーのリハが。ライブどんな感じかクレアちゃん教えてほしいらしいです。ライブどんな感じか、はい、
で言っていいんだろうって感じじゃない。でクレアちゃんがクレタンが言っていいかなっていうぐらい。まあネタバレはなしで、ね、でもほとんど喋らない。おいい、うん、いいいいいい。ほとんど喋らないにどういう意味が込められてるかは皆さん感じ取っていただいて、なんか今までライブに来てくださってた方はちょっと、うん、おこう来たかって思うかもしれない。確かになんかちょっとまた8人体制になって、やっぱね8人でのライブは初めてだからこそ、うん、やっぱこう見せ方だったりも変わってるし、まあでも初めて今回ねライブに来てくださる方もいると思うんですけど、なんかねガールズガールズの印象がちょっと変わるんじゃないかなっていい意味で、すごくそんなライブになってるんじゃないかな。踊りまくりって書いてる、歌いまくりの可能性もあるよね。確かに逆にね踊らんみたいな、喋らんし踊らん、まあそんなことは まずないんですけれども、最初何の曲から始まるんだろう、何でしょうね。最初の曲じゃあ当ててみてください。え、なんだっけ、なんだ、あ、思い出した、あれや、何の曲でしょうか。あ、MC ないことはないよ、うん、ないことはないです。いや、踊ってねえ、だってそれはガールズガールズのね、強みとかいろいろね、考えたらまあそりゃ踊りまくりますよね。新曲出せないのどうだろうね、出るかもしれないし出ないかもしれないんで、チワパネ多いよこっちね。実は皆さん気づいてました、うん、ずっとチワパネやってないんですよ。そう、もう長いことやってない、ね、やってないね。最後にチワパネしたのいつだ、いつ、でもなんか覚えてない。だってコロナ禍入って、いやさすがにやってるやってる、えコロナ禍入ってはやってるけど、うん、え、でもってこと、え、1年くらい、いや全然全然やってる、やってるかな、うん、なんかでもあんまりもう昔すぎてなんかやってなさすぎて、やっぱ新しい曲ばっかしてるから。あとはお1曲目クリックわとか、あとはね、なんて書いてるかな、ファッションショーだって急にってライブで、ライブでさファッションショー見たいのうーん、チョコモーモ、チョコモーモ、あーでもさ、そろそろみんなチワパネとか見たいんじゃない。チワパネってね、書いてる人も、あ、書いてる書いてる、チワパネ久しぶりに見たいって、何料理コーナーはライブでありますよ。それはさ、私たちのことをバカにしちゃってるよね。あるわけないでしょ。多分もうできないよね、一生ね、うん。多分もう料理番組一生来ないです、この二人には。なんかさ、ヨーカちゃんすごいファン目線でめちゃくちゃ送ってくるんだけどさ。なんて書いてんの？なんか、チュアパネやりたいし、新曲欲しい。やれって言っちゃってる。誰なの？やりたいよね。新曲欲しいよね。欲しいね。だって、うん、この前9月6日まではアイスクリームとのコラボのね、うん、ロックステディっていうのをずっとやってたので、ガールズガールズとしての新曲はカウントダウン以来ないんですよね。そうね、今までだと1年に3曲以上とか全然余裕でリリースしてたので、そう考えるとね、新曲そろそろ欲しいよね、うん、欲しい。しかもさっき時知らずを添えてなんかそれでさ、ライブやってみる、うちら2人で今度さ勝手に、うん、お料理配信しよう。あ、いいね、次こそなんかリベンジだよね、時知らずで。確かにやっぱり何ができるか。そうね、そう、カモ見たいって、声カモ、ね、どっち、カモネオのカモなのか、え、声カモってことは声カモなんじゃないかな。わたもてね、新曲待ってるよ、新曲ね、そうね、とレターズ、レターズ、レターズね、レターズね、ほんとファンの皆さんへの
聞いてくれてますか？聞いてくれて、なんか久しぶりにレターズ聞いたかも。なんかこの響き、やっぱずっとこうコラボの方にやってたんで、ね、歌いたいね久しぶりに。確かに。でもそう、うん、もう10時前だけど1000人ぐらい見てますよ。本当だ、嬉しい。え、みんな夜更かししてる。え、まだみんな一緒に喋ろう、寝る前に。寝る前に一緒に喋ってんの。みんな何時寝るんですか。確かに、なんかこの時間遅いかなって思ったんだよね、最初。くらい言ってたんだよね。みんな何時に寝るの。男子で登場したら笑う。本当それな。何時に寝るのみんな。さすがに昨日レターズ聞きながらランニングしました。あの曲でランニング、あんまランニングに向いてる気はしないけど。11時だって。うん、11時ね。今エリア何ですか。今3人います。13時くらいってお昼寝てるのこの人。あ、12時ね。まあでもさ、こう年齢にもよるよね。いやそうだと思う。小学生とか。小学生見てる。見てるかな。見てないんじゃないさすがに。みんな何歳だ。いつも2時に寝ます。遅い。夜中の3時まで起きてる。何してるのかな。あ、でもこの CL の方は10時10時って書いてますね。キラちゃんクレアちゃんご飯食べながら見てるよ。かわいい。ヨウカちゃんかわいい。あ、ヨウカかよ。ヨウカ何食べてるの、うん、今日のご飯は。キラクラ何時に寝るの。キラクラ、キラクラ。何時だろう。でも日によるな。なんか最近夜更かし気味なんだよね。じゃあ夜更かし最高何時までしたことある。うーん、4時とか。まあ確かにキラは3時やな、夜更かししても。あ、小学生だよ。え、こっち見た。え、両方でだよ。同じ子。違う違う違う。え、すごくない。ちょうど同じタイミングでシールとインスタに、うん、小学生だよ。早く寝るんだよ。いるんだ。明日は学校かなみんな。え、ちゃんと早く寝て。あ、普段はあれだよ、ちゃんと寝てるよ。キランチ早いよね。キランチは弟と妹がいるからね。なんかね、家帰ると必ずもうね、真っ暗。うん。え、ね、小学生多い。小学生です。え、本当に。本当に嘘つき出してんじゃないみんな。ダメだよみんな。私一睡もしないまま学校行ってないね。一睡はないな、さすがに。大丈夫。何の自慢なの。明日大学の球技大会。大学、大学で球技大会。うちないですね。うん、知らない。クレが知らないでかも。やってたらごめんなさい。なんかそういう時期なのかな、体育祭の準備とか。確かに大人って。大人の方が、大人の方のね。小3。寝なさい。寝なさい。かわいいな。でも嬉しい、わざわざ見に来てくれて、ね、ありがとうね。みんな寝る前に見てくれてるのかな、ありがとう。でも楽しいからみんなと喋るの。本当に小学生か。学校だね明日。頑張れ。なんでちょいちょい 嘘ついてる人いるの。いいの、新生児だよ。どういうこと。あ、高一。うん、年少。龍うまく。本当に年少さん。やばいじゃん。歯磨きしながらもう寝る準備してんだね。いや、ちょっとこれあれになってるわ、ふざけ出しちゃった。みんなもう終わり。年齢紹介終わりです。ありがとう、教えてくれて。ありがとう、ありがとう。いや、ライブの話をしたいと思って今日やったんですよ。だって見て、気合めっちゃ入ってんだよ私たち。うん、私今日仕事、リハの前に別の仕事もあって、うん、そっからこれ着て行ったんですよ。だからもう家出てからずっとこれ、一日ずっと宣伝活動してます、彼女。で、その最初行った仕事のところにいた方にも、うん、え、自分の着てるの。それはどういう意味で言われて、うん、なんかちょっとそれまで何も恥ずかしくなかった、うんうん、あ、もう家から歩いてきても、うん、電車乗っても、ただ急に言われた瞬間に、ね、やめて、自分のグッズ恥ずかしいとか言わないで。違う、自分で自分の着てるじゃん、うん、そういうことね。持ってるんだよ。え、でもその私たちその次のスタジオ行くまでに一緒にいたんですけど、もう二人でこれお揃いの着て、
こうもう通りすがりの人にみんなに見せるね。まずお揃い着てることにもえって思われるし、しかもこれ目立つじゃん、インパクトがあるからね。ぜひみんなも着て遊びに行ってくださいね。何サイズですかって、何サイズだろう。ゆくりの S の気がするんだよね。あ、書いてた S だ。ゆくりの書いてないよ、ここに。あ、薄く S だ。私たち S です。これ S ですね。でもね、丈感はね、こんな、うん、 S はでっかくない、そんな。そうだから男性とかはやっぱ L とか M、うん、とか。私たちで身長が150、5、6、7ぐらい3人おったよ今7ぐらい8？私7ですね。7ですね、うん、私多分5ですね。5か6ですね。かわいい。かわいいじゃん。そんな感じ。サイズはでもなんかそんな大きめになってなさそう。これはちょっとあの美咲と桃香に確かに、ね、聞いてほしい。2人がそうこだわってるんで、私もやんなきゃだな、南と。お小遣い頑張って貯めて買います。かわいい。ありがとう。ちいかわだね、だってヨークが出てきちゃう。ちいかわだねってな。え、違う、ヨークおっぱんちゅうね。そうだった、間違えた。ヨークおっぱんちゅう詐欺にハマってるの最近。そうそう、ヨークめっちゃおっぱんちゅうのか。モノマネできるんだよね。そう、行くの行かないの俺の手で。くれたパーカーのサイズ教えて、だって。パーカーは私が、グッズのやつで着てるのは、なんだあれ、おい、なんだあれ言わないよ。 S じゃない、さすがに。 XS？ いや、それではない。じゃない S、 多分ね、 S。 うわ、見なかったな。私は S でした。あ、でもね、クリアサイズ連絡してる気がする。わ、あ、でも身長同じの子多いよ、結構。多いって突っ込まれてますよ。あ、パーカー S です、私。あ、 S です。でもね、 S でパーカーは普通にそれなりにダボってなってるし、うん、ここくらいまである。あれのダボ感がめっちゃいいんですよね。いや、かわいいんですよ。ちょっと CL エリア今2ぐらいに。じゃあ僕も S やな。お、S を一緒に買いましょう。あとね、何、うん、だろうな、うん、ライブ。本当に今回9都市行かせてもらえるので、うんうん、公演数もめちゃめちゃ多いですし、まあ、場所もね、いろんなところに行けるの本当にありがたいですよね。初日北海道、札幌、札幌ですっていう、本当に嬉しい。初日が札幌っていうのは、で締めは東京っていうね。ちなみにね、うん、うちの親札幌来ます。え、飛んでくの。飛んできます。すごい。え、近くないよね。真逆ですね、ほぼ。そうだよね。そう、札幌公園見に来る。え、札幌来る方、え、みんなどこに来てくれるか教えてほしい。でも多分札幌の方って少ないと思うんですよ、うん、でもね、札幌もうすぐ行くよって言ってくれたり。え、本当に。キュートし、すごいね、ありがとう、本当に。嬉しい。みんなのおかげですよ、こうやってつま回れるものうん、噛むなのもつま回れるのもね、うん、ありがとうございます。東京ね、福岡、嬉しい。福岡ね、仙台と東京、名古屋、名古屋以外全部来るってこと。逆に、え、でも、この前、うん、そのロックステディの撮影会があったんですよ、特典会の。で、全部行きますって言ってくれた人もいて、いた、ね、なんか札幌以外は全部行きます。あ、札幌以外ね。でも嬉しい、本当に本当に。旅行できるのも2人のおかげですな、なんてこんなこと言ってくれるの。そんなもん。でもマジで今回のライブは後悔させないよ。なんか今まで別に後悔させてたわけじゃないけどそういうことだ。そう、もう多分今まで以上に楽しませられる自信があります。はい、本当に言い切れます。リハやってても思うもんね。
会いたい、私たちも会いたいですよ。群馬来てくれる、ね、今1個リハで問題っていうかハプニングがあるのが、うん、衣装。衣装ね、言っちゃった言っちゃった。衣装ね、衣装1個もめもめしてることがあって、そう、なんかね、どれがいいかなって考えてるんだよね、とか、まあ、いろんな兼ね合いでこれをどうするってなってるものがあって、うん、そうそうそう、どうしたらいいですかね。あの、どちょっと一回ダメですよね。皆さんどうしたらいいですかね。皆さんは分からないです、それはもう。そうだよね。そう、でもね、衣装ね、やっぱ衣装ね、どんなのがいいかな。グッズになってる今回のライブの衣装、うん、これあるじゃないですか、うん、めっちゃ可愛いよね。可愛い、本当にこの衣装、結構半分以上はその衣装さんの手作りっていうか形をもう一から作ってるので、うん、なんかそれも統一感って可愛いし、うん、赤と青でね、そうちょっとこうカウントダウンを演奏させるようなカラーです。え、友達と初参戦してくれるの、うん、嬉しいね。兵庫来て、大阪に来てください。兵庫は大阪に来てください。大阪に公演なんでね、今回、はい、演出考えてるのすごい来てるけど、演出は瀬戸里もみんなで一緒に考えて、うん、スタッフさんと一緒にね。そう、でもそれもなんかどうやったらみんなに楽しんでもらえるかなとか、うん、やっぱ今までとまた違ったライブにしたいっていう思いが強いから、なんかね、まあ、ああいう演出があったり、こういう演出があったりあります。ああいう曲もこういう曲もあります。あります。三重行ったことないの。確かに、エリアよ。今シエルはエリアよ、はい、神奈川ね、ぜひ東京公演。あれじゃ、なんか笑ってんの。泣いちゃう。東京行きます。うん、ありがとう、嬉しい。でも本当初めて来てくれる方もいますね、うんうん、嬉しいな。今エリア5、はい、へえ、初参戦とか嬉しいな。確かに。ねえねえ、銀テープとか飛ぶ、うん、飛ぶかな。なんで拾ったの。ちょっと拾ってみた。飛ぶかな。なんか飛ぶって思われそうな感じからすると、うん、飛ばしたいっていう願いだけ。まあ分かんないですね、銀テープに関しては、うん、だからね、まあ確かに九州の公演はねちょっと少ないけど、福岡の方に行かせていただきます。いや、福岡来てほしいですよね。来てほしい。九州の中で一個だけなんで、もしね、多分ちょっと遠いと思うんです、他の福岡県以外の九州の方は、うん、でもまあもしちょっとこう車走らせれるよとかいたら、ぜひ福岡の方まで遊びに来てください。そう、やっぱね、ライブ見るだけじゃなくて観光もできますからね、福岡は、うん、美味しい食べ物いっぱいですよ。美味しいよね、本当にマジで美味しい、大好きだもん私。やっぱり福岡と北海道のご飯って本当に美味しいな、うん、なんかカニ食べたいって言ってるよ。北海道でカニ食べたい。お、静岡。静岡ね、嬉しい。あ、静岡と群馬もあるんですよ。群馬初だよ ね。群馬行ったことないからね、楽しみ、すごい。行けるとかもないっけ。ない。ないの。群馬ないと思う。え、でも結構コメント欄は来てくれるよって方いますね、うん、福岡とかも。あ、12月に来てくれる方は結構ね、まだ先だけど。そう、東京公演はクリスマス、うん、イブイブとイブなんです。うん、ね、彼氏さんと来るらしいよ。え、なんかね、嬉しいね。いいな。いいいや、どういういいなですか。素敵だなと思って。でも嬉しくない、ガールズガールズのライブをさ、確かにクリスマスにね、来てくれるってさ、もうね、さ、それはもういい思い出にね、させるしかないです、ね、群馬も行こうかな、悩んでるならやっぱ来るしかない、来るしかない。本
そうなんですよ。あと今ねローソン の, あのホットステーションっていう、うん、あのなんだろう店内放送みたいなねあってて、うん、ちょうどこの前撮ったばっかりなんだよ、うん、これも撮ってどうでした？私はあのトアと撮ったんですけど、うん、結構ねあの本当に店内放送すっごい長い時間お話しさせていただいたりするのでぜひ皆さんローソンとか行った際はちょっとね私たちの声が聞こえるまで耳澄ませてくれてたらななんて思います。私はヨウカと撮ったんですけど、お私とヨウカのはあんま長くないんですけど、うん、めっちゃテンション高くいきました。お分かる。 朝から撮ったから、朝から撮ったし、うん、やっぱこう声だけで聞くとさなんかこうちょっとテンション低く聞こえちゃったりもするじゃん、ね、だからめっちゃテンション上げて2人でいいねいいね行ずつぐらいをでっかい声にどんなテンションで言ったのか楽しみですね本当にね。そう曲も流させてもらってるので、はい、よかったらねぜひしてみてください。いやー嬉しいよねローソンさん今日聞いてきたって人そう今日からですもんね。今日からか。そうですよ今日からですよ。19から25までです。25日までハイテンション増田さん楽しみ。19から25までが美咲と美奈、はい、で9月26から10月2日までが私とは8日クリアです。で10月3日から9日までが、はい、ゆずはと桃香です、うん、メンバーが変わり変わりで、ね、毎日行かなきゃいけないじゃんこれ。そうそう毎日通っちゃおうよ。え近くローソンありますか皆さん。ありますか。ローソンローソンローソン全ローソンローソンに住もうみんな。なんでそれは迷惑ないよ。ねえマジで迷惑ないで。マジでしないで。あまあねちょっとこう、うん、常識の範囲で偽ってもらってローソンに住んじゃう。わそれはキラの責任だからね。怒られたよみんなね。あの聞きに行ってください。でもさ面白くない？ファンの皆さんがさローソンに行ってさみんな泊まってるから可愛いんだけど想像したら。で、あと恋歌が始まるんですよ。そう始まるというか復活スペシャルです。一夜復活なんですけれど、こちらが、日本テレビの方で9月27の、25時45分から26時15分の30分間ですね、はい、多分きっと今起きてる皆さんは見れます。25時だけど、ね、大丈夫この方たちはもう起きときます。の見てねみんな。ぜひリアルタイムで見てほしいですよね。そうだね。どんなお話をしましたか。いやーその恋言っただよね、うん、言える範囲でもちょっとやっぱ一夜限りのスペシャルってことで、はい、こうちょっとバチバチっとした、うん、ディベートをしたんですよね。メンバーのバチッとしたところが姿が見れるんじゃないかなと。恋言ったディベートをしたんですけど、はい、まあ、ね、一夜限りってことでね、これ結構ね、なんだろう、なんて言ったんだらいいんだろうな、噛んでるし、なになになに、結構こうね、うん、激しめにみんなこう気合を入れて頑張りましたので、はい、うん、見てほしいですし、うん、なんかエンタメの一つとしてね、あ、そう本当に楽しんでほしいなと。でも恋とは本当にエンタメなんですよ。エンタメですあれはもう笑ってみてほしい。そう笑ってみてほしい、うん、あのお勉強にもなるし、なんだろう普通に楽しんで、うん、おねめっちゃキラソロ配信みたいになるんだけど、じゃあソロ配信するわけお手がしにやったいいよって一緒にやった意味本当よ。ねえ何これまだみんなローソンの話してる。死にやるのかいい、ね、でもねエリアさんとかあの CL の方は分からないと思うんですけど、キラがさっきからずっとあの独占配信してる。違う。なんないの。あ、こんな。うん。あ、実写演技は今回ないです。そう。うん、あのドラマはあのレギュラー放送の時だけで、うん、今回のその復活スペシャル、うん、の方は結構。なんだろう街頭インタビュープラススタジオトークみたいな感じで、うん、でもね相変わらずやっぱ盛り上がるよね。こういったって本当に面白いよね。面白すぎる。しかもねセットもまたそう
ほぼ復活だし、復活です、衣装もね復活だし、そう、あとあれがあるんですよ、スペシャルライブ、こう何曲かパフォーマンスさせていただいて、うん、スタジオで、それもぜひ見てほしいです。はい、何の曲やったでしょうか。何の曲やった、ここじゃない、何よ、あの曲、ああの曲、ね、あの曲ね、もうすぐなんで本当に皆さん、あのちゃんと目覚ましかけといてください、うん、何日の何時、こういたって入れといてください。もう一回言っとく、こういた27の25時45分から26時15分まで30分間です。はい、メモりましたか皆さん、ぜひリアタイしてください。あとさっきライブに関してあったんだけど、うん、声出しありですかっていう、もちろんありです。皆さんもう声出しまくってください、ね、本当に帰る時には声枯れてるぐらいでお願いします。確かに、うん、あ、うんうん、みんな曲のねメモったよって、嬉しいよ、ありがとう。本当札幌公演までね、もう1ヶ月切っちゃったんで、それがなんか変な感じする、もうツアーか、確か楽しみ、みんなに会える、まただってさ、もうみんなに会える機会がねちょっとずつ減っちゃってるじゃん、あれ私たちは、うん、で私たちはあの沖縄コレクションにも行ったり、はい、出させていただきます、ガールズアワードちゃんまたさせていただいたり、はい、全然いっぱいあるので、はい、キンキンだと沖縄コレクションかなが一番最初だね、はい、24か、今日が19ですね、今日が月曜日火曜日ですもうね、やっぱねこの仕事してると曜日感覚も日付感覚もどうせ大学も始まっちゃうんですよ、うわそう今めっちゃそうやってやる、うん、そうで、うん、沖縄も行きますね、うん、ぜひね皆さんガールズガールズのライブあるよって周りのお友達にも確かに言ってくださいよかったね、私も友達誘いました、私も誘ったかな、絶対嘘やなそう今からだよね、これからだよね、友達ないもん、いるでしょ今日言ってたじゃん、友達からこの日空いてる、あ、言ったって言ってたじゃん、ご飯行くの今度、そういいね、おー、ん？沖縄行こうかな、お、あれ、ね、でも私噂によると沖縄コレクションもチケット売れてるみたいな、もう入れないね、入れてあげたい、入れてあげたい、入れない人はあのライブに来てくださいライブに来てくださいツアーの方に、沖縄ね、お、ガルワーも来てくれる、あ、本当だ、ガルワー行くよって、なんとか言ってる、あ、そう、今日ね、祝、え、今日じゃないじゃん、え、昨日が祝日なんだよね、え、今日も、いや、今日は祝日だよね、え、でもなんか今週末も祝日ですよね、秋分の日、春分の日、秋分の日だ、春分の日、秋分の日、うん、お、沖縄コレクション完売だって、お、やっぱり嬉しい、正しい情報だった、よかったね、わ、みんなご当地の、あ、ライブもいろんなとこ行くから食べたいですよね、食べたい、何が一番楽しみですか、うわ、何が一番楽しみ、どこの何のご飯が一番楽しみ、でも私牛タンめっちゃ好きなんですけど、うん、やっぱ仙台の牛タンバーガーマジで大好き、あと何だっけ、あのひょうたんみたいな、なんか、なんあれ、あのアメリカンドッグみたいなやつの、あれ、なんだったっけ、ひょうたん、そう、ひょうたん焼きみたいな、そう、それもめちゃくちゃ美味しくて、美味しかった、そう、え、どこのあれが好き、牛タンです一緒やんね、変えて一緒やん、変えて、牛タン好きすぎるわ、でもね、初めて行く地域もあるから、うん、群馬とか何が美味しいものありますか、なんかさっき聞こえてくれてたよ、牛タン、牛タンバーガー食べた、あ、牛タンじゃない、群馬なんとかって聞こえてくれた、ひょうたん揚げだ、焼きまんじゅう、へえ、
ひょうたん揚げですね。あ、そうだそうだそうだ。ひょうたん美味しいですよね。確かに三重地方行ったら美味しいもの食べれるな。食べたい食べたい。ずんだね、ずんだ餅。前そうずんだシェイクもらってるの。いただいた、ね、なんか何味なんだろうって思ったけど枝豆あれ何味か分からなかった結局。え、ずんだって枝豆だよね。あ、それ系のだよね、うん、え、枝豆の味した。でもだよね、なんかあの前の元マネージャーさんが今いらっしゃって今移動されちゃったけど、え、群馬はパスタとかうどんも丸らしいです。枝豆か、うどん、うどん、うどん食べたい。エビラーメンとか絶対美味しい。何それ。もう書いてた。エビで出汁取ってる系。うわ、もしか。あ、小学生寝かせてきます。そうだよね、小学生の子。おやすみ。こっちおやすみ。こっちにもいるかもしれない。小学生おやすみ。それはおかしいな。ごめんね。私も小学生の頃は10時でした、就寝時間。まあね、だって次の日学校とかだからね。10時に寝なさい、早く寝ないと言われてたな。ピジークまでは、ピジークまではピジークまでは10時には寝てたね。確かにな。でもキラも9時ぐらいには寝てたな。うん、おやすみって子もいっぱいいる。おやすみ、ありがとうね、見てくれて。ありがとう。まだ夜更かししたい方はぜひ一緒に夜更かししましょう。ご覧ください。そう、なんか聞きたいこととかありますか。うん、フリートークしよう、みんなで。まあ、よかったらライブの話とか。そうそうそう、よかったらなんか恋人の話とか、なんかイベントの話とかだととても嬉しいなって思います。じゃあこっちインスタの方は質問ボックスの方から。え、あ、コメント、できるの。うん、あ、え、岡崎さん、体育さんが来てくれました。今インスタの方にあのおはさで共演してた岡崎体育さんが見に来てくれました。体育さん、体育さん、少し前はライブ一緒にやらせてもらったんです。そうなんです、対バンライブをありがとうございました、はい、あの時は。いや本当にみんなさ、あの時のセンチメートルをこうちょっとリミックスバージョンみたいな感じで作ってもらったんですけど、うん、メンバーめっちゃ気に入ってるよね。めっちゃ気に入ってる。嬉しかったです。体育さんも夜更かし。いや大人だったら、ま、だ大人だったらありえるでしょ。いや、CL の方エリアなんですかね。今3人いるんですけど、うん、ね、なんて書いてるかな。いい質問あったら拾っちゃおうかな。拾って、みんなのコメントを私は見てます。対バンめっちゃ楽しかった、来てくれたってことか。ありがとうございます。ありがとうございます。小学3年生おやすみ。おうおうおお、今エリア何なの。今ね3人います。お、あ、どんな声出しすればいい。北海道リリーベ少なくてわからない。確かに、なんかさ、北海道こそ初めて来る方も多いんじゃない。多いと思う。だからこそね、やっぱこう、うん、リリーベとかも各地回ってて思うのとこう、うん、リリーベ慣れされてる方とか、うん、もう本当にやっぱあるので、そういうのって、うん、だから本当慣れてないと。確かに私もなんかこう初めてのライブに行ってこう、どこでこう盛り上がったらいいんだろうって思っちゃうから、すごい気持ちわかるんですけど、うん、なんだろうな。でも本当に歌いたいところは、うん、その周りに迷惑ならないぐらいだと全然好きに歌っていただけたら嬉しいですし、うん、私たちもそのここ一緒に歌ってくださいとか、うん、ここ一緒にクラップしてくださいとか結構ね言うね、言いたいって思ってたり、うん、まあ、それも結構打ち合わせしてるので、うん、なんかそういうタイミングで一緒に盛り上がってくれたら嬉しいなと思います、うん、ね、でもやっぱさ、うん、こう絶対さ、どの県にもこうやっぱいつも来てくださる方とかもやっぱいらっしゃって、うん、多分ガールズのライブによく来てくださって、こうやっぱ盛り上げ方とか慣れてる方もいると思うんですけど、今ね、その方たちが率先して一緒にね、こう一緒になって盛り上がってくれたら私は嬉しいです、うん、みんなでね、うん、楽しめれば一番。そう、
嬉しい。やっぱね、こうファンの皆さんがずっと見てるだけじゃ面白くないから、うん、私たちも、まあ、そういう方もいるかもしれないですけど、そうね、でも本当に声を出して全然いいです。なんかやっぱさ、コロナ禍ですごい声を出すことに抵抗がこうやっぱ大きくなっちゃったりとか、うん、あるじゃないですか。やっぱありますね。私もなんかライブとかで声出すのちょっと恥ずかしいとか思っちゃうけど、でもなんかそれが私たちのパワーにもなるし、だからみんな声出してほしいな、ぜひ。さっきね、ファンの男性の割合ってどのくらいですかってあったんですけど、でもね、男性の割合と正直に言うと半々ではないんですよ、うん、そうだね。でも4割近くはいます。うん、やっぱパパさんとか、こうファミリーのパパさんとかは普通にこう応援してくださる男性の方だったりとか、うん、やっぱ同年代の男の子とかもいる、結構来てくださったり、大学生ぐらいの男の子とかも全然いますね。あと、あの、私たち今個人インスタを始めたじゃないですか、はい、そしたらさ、なんかこう統計が出るじゃないですか。出る。あれとか見てても、あの、あ、私も思ったんですよ、あ、こんなにいるんだって思ったんで、うん、全然少ない、4、うん、4、6ぐらいかな。だから男性が4、女性6ぐらいです、うん、今。ライブはどこでありますか、見ますか、私の後ろ。じゃあ私音読しますわ。はいはいはい、はい、みんなここ画面録画とかしちゃって本当に。いくよ、まず、はい、どうぞ。近く行った方がいい、いや読めないです私が、はい、すいません。金本ホール、こちらが札幌ですね、北海道が10月14日、16時から始まります。そして次、大阪の方ですね、こちらはグランキューブ大阪なんですけれども、10月21、22の 2days でまして、両日とも17時からスタートになります。そして次が、仙台ですね、こちらがサンプラザホール、これ終わらんぞそれがみんな見て、はい、そう、あ、じゃあ途中で答えしよう、サンプラザホールで、こちらが10月28日、これも16時からです。結構時間バラバラなんで皆さん時間気をつけてくださいね、うん、そして次が名古屋、こちらが長いて、センチュリーホールですね、はい、いつもお世話になってますね、はい、こちら11月15日んで、あのホームページをリンクまた貼っていきましょう。貼って貼るね、インスタ出すね、リンク貼ります。スクショとかしちゃって、インスタの方はねスクショができちゃうからね、大事、反転やねん。確かに。ごめんね。お。だね。そうか、反転なのかね。ね、みんなからしたら反転になってるわ。スクショした。見えました。でもこのグッズを持っておけば確実にライブの日が届した。ですね、今どこまで言いましたっけ、ですね、センチュリーホールまで行った。センチュリーホール、どこですかね、センチュリーホールってこと、名古屋です、名古屋でした、名古屋、はい、キラちゃん英語読めない感じ、待って、何センチュリーホールね、だからさ、この事態さ、読みづら、いや、言うなよ、そんなこと。いや、そういうことじゃなくて、なんか、こうさ、うん、なんだろう、こう見ると読めるんだけど、こうなると、なんか変な気するどういうこと、距離感ってこと、距離感、長くなるからいいよって言われちゃったよ、ごめんなさい、すいません、すいません、ごめんなさい、続けるんかいって、ほら、怒られちゃってるから、みんな寝るの、ごめんね、みんな、うるさいね、ここに寝ようかな、うるさいよね、なんか記録用 T シャツ感すごい、記録用、うん、でもさ、あれ残るくない、何、思い出、でもライブ T 感が今までで一番強いかもこれ、うん、ね、今までなかったよねこういうのね、赤かわいい、激かわだよ、うん、だけど続けるんか続けないかなんだよってね、
じゃあ何時までって決める？確かに。てかさ、10時までっていうさ、あれ10時まで、あ、10時までだったの？わかんないけどみたいな。お姉さんまあわかんないけど、まあいいんじゃないみたいな感じなんで、まあでもみんな早く寝ないとだから、うん、じゃあ20分までにしましょう。あと4分までにしようか。から、まあ、免許を持ってる人、ゆずが免許取れたって言ってた ね、いいなー。ね、まあみんなで乗せてもらいましょう。ずうずしいですが乗せてくれるかな。乗せてもらいましょう。まだまだ行こうってすぐ押してくれてますね。嬉しい。見たいの？まだまだ嬉しいの。夜更かし上等かっこいいな。なんかおお、一緒に夜更かししてくれますか？ね、でも今日寝る気がするな、多分。キラが？キラは負けちゃう気がする。6時までなら起きれるので、いつまでも。6時朝の？じゃあそのまま仕事行かなきゃじゃん。寝てください。それはでもさ、本当にさ、何時間でもやっていいよって言われたら何時間やるんだろうね。でもさ、なんかこのまた美咲かようかが24時間配信やりたいよねって言ってた。やばそう。そしたら誰かが、いつ寝るのとか言ってて、いや寝ないんだよって。確かに確かにね。寝る心配してました、その子。キラちゃん寝たら無視するよってどういうこと？っていうこと？どういうこと？限界配信。もうなんか今まで見せたことない顔出てきそうじゃん。いやだ、ダメって言われるよそれ。そりゃそうでしょう。そっか、夜勤の方もいるのか。うん、そうだよね。今からお仕事とかもね。大変。あ、正直ちょっと眠い。あ、でも大丈夫だよ。あと2分だから。小声配信する。みんなが寝るように。ささやき。BGM 的なね。そう、ペンラリボンつけて大丈夫ですか？全然デコるのは大丈夫だと思います。かわいいね。うん、見たい。眠たそう。本当に眠そう。誰が？キラたち眠そう。キラ眠くないよ。キラも眠くないよ。ノーメイクトーク。やだよね、してるよ。メイク違う違う、ノーメイクトークして。あ、してってこと、うん、やだよ。エリアさん、催眠術どういうこと？催眠術って何？キアちゃんたちこの時間で帰るの心配。優しい。帰りの心配までしてくれてる。大丈夫、帰れますよ。大丈夫よ。でもなんかこの前、うん、スタジオの使ってて、隣のスタジオで催眠術をしてて、ああ、うんうん、なんか隣の部屋に行ったのにかかってしまうので気をつけてくださいって言われたんで。怖い。そんなにまだあれ感じるの？でもさ、その人にやってるから、その人しかあれなんじゃない？その辺に影響されちゃうらしいよ。え、大変。すごくない？やったことないわ、催眠術とか。え、でもかかってみたい。わかる。なんか、かかるタイプそうじゃない、うちらは。え、キラはかかりそう。クラかかんない。わかんない。こういうタイプが意外とかかんないかもしんないよ。逆にね。うん。確かに。今日何食べた？いつ？わからん。できてたから。夜ご飯まだです。そう。あ、みんなさ、ちょうど眠たくなってきたんじゃない？結構ね、インスタの方は眠たくなってきたって。おすごいじゃん。すごい。すごい。急にほっとくじゃん。あ、20分なったよ。まあ終わるの？え？喋ってきたいよね、本当に。いや、私も全然やろうと思えば何時まででもできますけど。ね、いや、もう寝たい方もいるかもしれないので。うん、そうだね。この辺でね、まあ、またやりますよ、配信も。やります。本当はツアーリハ終わったら毎回やろうって言ってたぐらい。え、そう、やろうって言ってるので。でもね、明日もツアーリハありますし。ほんでもなんか今日みんなとこうやって話せたおかげで、もっとね、こういうこといけるかもとか思っちゃってきた。おお、ちょっと頑張ります。みんなで話し合ってね。うん、今日フリーダムだね。そうですね。夜中してね。なんかみんな何時とかがいいんだろうね、配信ってさ。確かに夜中がいいのか。でもお昼は学校だもんね。まあ平日だとお仕事されてる方も多いかったりするんでね。でもこんな時間なのにやっぱ結構見てくださってる。いや、ありがとうございました。またね、またやるんで。そうだね、皆さん、時はぜひ、まあ、あとね、ぜひライブもチェックしてください、うん、お願いします。どうします、インスタスクショタイムやりますか？そうね、ごめんね、シエルの方できないんだけど。シエルの方はぜひインスタに来るか見守っててください。
スクショしてるとこ。そう、スクショしてるとこ。何のポーズがいいですか。確かに今入ってきました。いらっしゃいませ。もう終わりますよ。こんにちは。こんばんは。寝落ち配信。ダメです。じゃあさ、2人でさ、今度さ、お泊まりした時にやる。おお、いいね。やろうよ、ホテルとかで。沖縄の時とかやりそうじゃない。確かに朝おはよう配信。もう顔すごい、いいね、顔すごいことなってるんじゃん。めっちゃむくんでるし。むくみはやだな、ちょっと。よし、スクショ行きました。ハート猫、ハート猫。ネクスト。自撮り風どういう、あ、これ距離出さない。そうだよね。逆に持ってない。今来てたらダメだよ、そんなに。いや、文字近寄ってよ、そんな。え、やんの、自撮り風で一回やってみる。ちょっとさ、手が短いからさ。いや、違う、逆に長いんじゃない。はいはい、え、産まないこれ。ぽい。ナイスリクエスト。みんな CL の方も言って。こういうリクエスト。そう、 CL はできないんだよね。そう、スクショできないんだよね。ダサいって言われちゃった。ダサかった。キラちゃん泣いちゃうよ、そんなこと言ったら。違う、頑張ったからいいの。ねえ、ひき肉って多い。ひき肉です。無言でやっちゃうスタイル。言わないのね。言わないよ。見守りたいだって嬉しい。チュアパネとかやっちゃう。せーの、久しぶりやったの。じゃあ、あと一ポーズぐらいかな。うん、もうひき肉やったよ。ソロひき肉キラちゃんがやってくれたんで。そうで、笑ってた。笑ってます。やっぱね、すごいね、申し訳ないね、こんな夜中なのにさ、うん、結構声のボリューム、あ、うるさいかも。すいません、私の声がうるさいかもしれない、ごめんね。キラちゃん、これマジでかい。マジで声でかいからさ、気づかないの、自分で声のでかさ。キラの声だってすぐ気づく。あ、キラいるわみたいな。え、いいことだよね、でも。いいことだ。存在感って大事だから。でもさ、この時間はじゃ静かにしようと思われちゃうか。どうしよう、もう次から見てくれないかもしれない。ダメ、謝っていたら。ごめん、でもキラの元気な声が聞きたい人はみんな来て。いや、みんなそうだよ、うん。牛タン食べる。あ、天使ハート。じゃあこれで終わりです。終わりです。みんなありがとうございます。本当にありがとうございます。夜にまたね。バイバイ。 CL の方もありがとうございました。バイバイ。じゃあどっちからバイバイする。じゃあどっちがいいかな。インスタからバイバイしますか。インスタの皆さん、ありがとうございました。またね。おやすみ、バイバイ。おやすみ。